はい、どうもモデリングスタジオG田口です。今日もよろしくお願いします。ですね、今日は前回の続きでボディの方を塗装していきたいと思います。はい、ですね、実はもうピンクのサフ吹いちゃいました。はい、昨日の晩に使ったのこれです。これです。タミヤのファインサフェーサーってやつですね。仕上げ用って書いてます。はい、何番かは書いてないんですけど、おそらく1200万より上かなという感じです。はい、でこれから塗装に入るんですが、なんでピンク色にするかっていうのをちゃんと説明してなかったので、赤系の色を塗るときっていうのは、サフェーサの色っていうか下地の色がピンクの方が赤の発色が綺麗なんですよ。なんでしょうね。下の色を遮断してというか、元々のそのパーツの成形色を完全に遮断して、こういう薄いピンクの色をサフェーサーというか下地に作っといた方が赤の発色が美しいんです。なので赤いボディにするときにはピンク色のサフェーサーを拭く感じです。はい、今回タミヤのやつを使ったんですが、前も言いましたけど、サフに関しては今回あえて缶スプレー系で全部行ってみるって言ったんですけど、他にはですね、フィニッシャーズというとこからファンデーションピンクとかファンデーションホワイトとか、要は下地用の塗料が売ってますので、そちらも使ってみるのもありです。たまに使いますけど、エアブラシで拭くタイプですねを使うのもありだと思います。はい、で、もうちょっとね、風防、これちょっとね、まだ刺さってる状態なんで止めてないんですけど、ピンをちょっと刺してみたんです。どんな雰囲気になるのかと思って。そしたらね、結構やかましくなっちゃったので、これは、シルバーで仕上げるのではなく、ボディーショークで仕上げることにします。ちょっとうるさいので。で、要所、とかこう間引きして、例えば、5本間隔に1本とかに、こうシルバーのピンを残して、ボディと一緒に共締めする形にします。その方が多分ね、違和感がないかな。なんつったってこれ、説明書の風防はね、ボディ同色なのでこうシルバーでもいいんですけど、アクセントのためにしようかなと思ったんですけど、ちょっとね、本数が多すぎて気持ち悪い、やかましいので、これはちょっと却下します。あとは他こういうところも開けてるんですけど、ここはシルバーで行ってみようかな。あとはこのエンジンフードのルーバーの下見えるかな。ここも実は開けてあったんです。で、ここも、アクセントのためにシルバーで行こうかな。あとはヘッドレスト。ここにつく部分ですけど、ここもこう入るんですよ。こうね。こう入るんですけど、ここも一応見えないんですけど、おそらくボディ色だと思うんで、悩むところですが、これはちょっとバランスを見て塗るか、シルバーのまんまで仕上げるかは後で考えます。はい。はい。で、今回使う塗料なんですが、ですね、当初イタリアンレッドで、クレオスのスーパーイタリアンレッドで行こうと思ったんですけど、依頼主さんからカタログ、ちょっと一応ね、確認で、聞いたんですよ。箱のこの、要は、この色、ちょっと、なんだよ、ワインレッドっぽい色してるんですけど、この色と、前回作ったフィアットの色と、どっちがいいですと聞いたんですよ。そしたら、こっちの方が好みだということなので、急遽イタリアンレッドは却下して、違う色にすることにしました。この、パスキー色っぽいというか、ワインレッドっぽい色と。で、色がちょうどいいなってものがないので、ちょっと調色しますけど、使うのはこの4色使います。ベースは、これ全部ガイアさんのなんです。ガイアさんいつもお世話になってますって感じなんですけどね。
鉄道模型用から、これがねセーブレッド、これもセーブレッドで、これがね名鉄スカーレットっていうらしいです。とあとねコンテナレッド、これがねちょっと紫がかった小豆色でもないんですけど、うん、これをこううまくバランスよく調色してこの色に近づけていこうかなと思います。はい、これプラス赤もちょっとまずいかもしれませんけどね、はい、やっていこうと思います。はい、ボディを塗装する前に前回やったあの接着剤でパーツを一体化させると言ってやってたパーツ、サフまで吹いてみましたけど、どうなったかというとこうです。全然もう合わせ目がないです。見ないというか見えないですね。これサフ吹いただけなんですよ。これしかも1回だけです。一回サフ吹いただけでここまでね、わからないというか、だからこれ習得するととってもねいいんじゃないかなと思います。でこのビス穴は埋めようか悩んだんですけど、一応ビス穴ビスつけようかなと思います。はいはい、そんな感じです。はい、大切なことをやり忘れてたので今やりました。塗装する前の最後の仮組みをちょっとやってみました。でね、予想外にというか意外に合うんですよ。これが合うっていうか、まあ合わないとおかしいんですけど合うんです。もっと合わないだろうなと苦労したんですけど、この辺のヘッドレストのラインとかぴったりなんですよね。この辺、まあ、この辺もそうなんですけど、これはね意外っていうか予想外、もっとこう合わせたり、合わせとこういう隙間とかをねペーパーでかすり合わせて削んなきゃいけないのかなと思ったものが、こういうラインとかもそうなんですけど意外とぴったり合うんです。ここちょっと空いてるのは、これはここはね接着で止めるからいいんでこれはねちょっと予想外ですね。この段階です、この段階でとか塗装する前にもう一度仮組みして大きな歪みがないかっていうのはこうすごく重要なんで、これ塗装してからやったら削ったりとかなんだってするとね、場合によってはそう塗り直しになったりする時があるので、こんな感じ、意外といいのこれ。だからこれをこれからまたもう一回バラして塗装していきたいと思います。あ、で、ちなみにね、これ、さっき言ってたリベットの件は、ピン打って、要所、こう、等間隔で刺すピンの部分だけは穴が開いてて、残りは、接着して、上から再度サフを吹きました。で、ここの部分だけ金属なんで、メタルプライマーって言って、サフとか塗料の食い付けを良くするものを、ちゃんと塗って、その上からサフ吹いてます。はい、こんな感じ。はい、じゃあ塗装やっていきましょう。はい、これから塗装していきますが、塗装の前に一つだけ、パーツをこういう風にですね、一塊にというかこう裏でこう止めてまとめてます。これなんでかっていうと、パーツごとの色合いの違いをなくすため、赤とか青とかっていうのは結構出やすいんです。例えば、こう別々で塗って、こっち赤塗って、こっち赤塗ってってこうやっていって、乾いた時にあれこっち色濃いぞとか、こっち色薄いぞっていうことになりやすいので、それを防止するために一色単に塗ります。で、こういうふうに。まあ、なんていうんですか、少し隙間離して、こういう隙間にね、塗料も入れるので、入らないようにならないように、ちょっと隙間を空けて、っていうことをやります。はい。はい、じゃあ塗っていきますね。
動画飛ばしてしまいましたが、3回塗りしてます。捨て拭きして、本拭き10分空けて本拭き1回目やって、30分乾かして、本拭き2回目やって30分乾かして本拭き3回目やって30分乾かしてこれ4回目でこれでラストにしようかなと思います。ずっと喋ってなかったんだよ今までね。あのね、塗装してると集中しちゃうんですよ。なのであんまり喋れないんですけど、なんかワインレッドってやって分かったんですけど、すげえ難しいかも。あの、なんだろうな、ちょっと濃く見えちゃうって言ったら変だけど、茶色っぽく見える時もあるんですよね。だから難しいっちゃ難しいかも。どうなんだろうな、ワインレッドなのかな、茶色に見えてきたのかな、茶色に見えてきたんだけど、どう思います？なんか失敗した気がするな。乾いてみてどうなんだろうね。乾いてもうちょっと赤みが強くなるのか、それとも茶色みが強くなるのか、なんか全然、なんかね、紫とかもいろいろ混ぜたんですけど、全然発色してないな。茶色に見えるよね、これね。やり直そうかなっていうレベルです。ちょっと違う気がしてきた。はい、とりあえず塗装一回終わります。はい、乾いたんですけど気に入れません。ワインレッドっていうよりもなんか小豆みたいな色になっちゃったので、どうしようか。ちょっともう一段階やってみようかなと。で、何をやるかっていうと、この上からクリアレッドをちょっと拭いてみようと思います。で、なんだろうな、キャンディーの効果じゃないですけど、この、なんだろう、ちょっとくすんでる感じの色合いは僕が好きなんです。で、多分これで表面上に赤があったら、もうちょっと鮮やかなワインレッドになるような気がするので、ちょっとやってみたいと思います。ね、これだとちょっとね、なんとも言えない、これ画像で見てるから本当に茶色に見えるかもしれないけど、一応赤は発色してるんですよ。だけどね、ちょっと違う、ちょっとってかだいぶ違うんだよな、これな、だいぶ違うので、ちょっとこのまんま一度上からクリアレッドを拭いてみたいと思います。ガイアさんのこれを拭いてみたいなと思います。これでダメならやり直します、全部剥がして。はい、じゃあまた。はい、ですね、ちょっと思ったような色にならなくて、上からワインレッドじゃなかったクリアレッドを拭いてみたんですが、ちょっと一部テストとしてね、こんな感じ、わかるかな、こんな感じ、いい感じの発色をしそうなので、これでいってみます。はい、ね、なんかこれだとなんかどうしてもちょっと色がくすみすぎなような気がするので、もうちょっと赤の発色をきれいに出したいので、狙ってる色はこんな感じの色にしたいのでね、やってみようと思います。はい、ワインレッドを塗ってみました。どうでしょうかね、狙っていた色合いにだいぶなりました。これならね、ワインレッドって言っても大丈夫かな。さっきのは小豆色っていう感じだったので、なかなかね、塗装って難しいですね。調色してテストピースに吹いた時は鮮やかに見えたんですけどね、いざじゃあでかいのに吹いてみましょうって話になったら全然色が違うっていうね、感じです。はい、あとこれが乾いたら、一度だけラッカークリアでコートしてデカールを貼っていきます。で、その後、状況によっては、デカールのシルバリングがひどい場合はもう一回だけラッカーコートして、その後ウレタンクリアでコートしていきます。はい、今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。
Thank you.